古の記憶を今に伝える書、飛鳥時代からの日本の歴史は書物によって語られてきた。その伝承に重要な役割を果たしたのが墨だ。墨の製法は中国から伝来したといわれる。日本では仏教の広まり、金文字の発明をきっかけに墨の需要が一気に高まった。墨の代表的な産地は奈良県。それは飛鳥時代後期に栄華を極めた藤原氏が建立した興福寺に大きく関係している。興福寺では仏教経典を書き写す写経を数多く行うようになり、質の良い大量の墨が必要になった。その時遣唐使空海が中国から墨の新たな製法を寺に伝え、さらに広まったと言われる。そして奈良の隣三重県でも墨作りの長い歴史があった。平安時代初期に鈴鹿山脈から材料を取って作られたのが始まりとされ、山の水と恵まれた気候風土が良質の墨を生んだ。その墨は鈴鹿墨と呼ばれる。江戸時代には寺子屋の普及で墨の需要が増えるとともに、鈴鹿墨は紀州徳川家の保護を受け大きく発展、奈良に匹敵する墨の産地となった。しかし筆離れが進む今、墨の需要は減少し、長い歴史を誇る鈴鹿墨の技法を受け継ぐものはごくわずかとなってしまった。墨を作る職人を墨匠と呼ぶ。ここに鈴鹿墨の墨匠となるべく伝統を継ぐ若者がいる。伊藤春信、23歳。彼の家は鈴鹿墨を作る唯一の店、新生堂。しかし初めは後継ぎになることを嫌った。子供の頃からやれとか継いだ方がいいとかいうふうには言われてたんで、あまりにもいろんな人と会うたびに言われるようになったりとかして、ちょっと鬱陶しくなってきて。春信さんは高校卒業後自分の道を歩もうと上京、漫画制作の専門学校へ入り、一度は漫画家を志した。その4年後、鈴鹿墨の後継者がいないという新聞記事が。インターネットで記事を見た春信さんは、鈴鹿墨の価値、そして自分の進むべき道を深く考えた。メディアとかで取り扱われるほどそんな大きな問題になってるのかなと。どのぐらい悩んでたんですか？半年ぐらいだと思いますね。じゃあ結構自分の中で葛藤があったんですね。そうですね、もう寝て起きては考え方が変わるみたいな感じだったので、ようやくなんか腹をくくることきっかけができたみたいな、そんな感じでしたね。家に戻った翌日から厳しい修行が始まった。彼の師匠はそれまで一人で鈴鹿墨を守ってきた父、伊藤喜道氏だ。墨は見た目ではなく、使って初めて良し悪しが分かる。そこが墨作りの難しさでもある。墨が生きるも死ぬも作品によって変わってきますし、その辺でですね、非常にまあ吉と出るか凶と出るかこう分からないところがですね、難しくもあり面白いところだと思います。墨の色は職人の手さばき一つでわずかな差が出るという。師匠の手を見ると、ほとんど墨を作ってる時期というのは落ちないですね。真っ黒になってる時はもう手というよりも一つの道具という気持ちでおりますんで、これはまあトレードマークといえばね、トレードマークです。手が真っ黒になる墨作り、それは夜明け前から始められる。世界に名高いオートレース場、鈴鹿サーキットのある町として広く知られる三重県鈴鹿市。
市の南東にある白子港は伊勢湾北部の拠点漁港。江戸時代には徳川御三家の一つ紀州家の援助と伊勢商人によって繁栄した。さらに記述を遡ると、古くは日本書紀に市内の地名の由来伝説が登場するなど、鈴鹿市には長い歴史がある。こうして歴史を今に伝える書物に欠かせないのが墨。この町には1200年の伝統を誇る鈴鹿墨がある。その歩みを未来へつなぐ牧場になることを決意した若者がいる。伊藤春信、23歳。今や一軒のみとなった鈴鹿墨の工房に生まれた春信さんは、工房の三代目であり最後の職人だった父伊藤喜道氏に弟子入り、後継者として修行に励んでいる。春信さんが特別な墨を見せてくれた。こう手でぐーっと握った墨を握り墨って言うんですけど、これがおじいちゃんが死ぬ4日5日前に握ってたやつだっていうふうに父に聞きました。やっぱり何か雰囲気がありますよね。うん。2代目である祖父の遺作となった墨、伝統をつないできた職人たちの後、春信さんも追いかける。炭の主な原料はすす。物を燃やした際に煙に混じって飛ぶのを集めて使う。燃やすものによって炭は大きく2つに分けられる。菜種油やごま油などを燃やしたすすから作る油煙木、そして松を燃やしたすすから作る小煙木。用途によって使い分け、油煙木は力強くはっきりとした黒に、小煙木はにじみ具合がよく淡い色合いが表現できる。またいくつものすすを混ぜ合わせることで絶妙なにじみを生み出すこともできる。墨は書道家にとって重要な道具。10代の頃から数々の賞を受賞してきた書道家樋口霊峰氏は、鈴鹿墨の魅力をこう語る。一番いいところはやはりこう筆が紙に触れた瞬間に墨がこう紙の上でパッと広がりますね。その時のがやっぱり非常にこう新鮮な感じがして、まあ、書き手側の気持ちもですね、さあこれから書くぞというふうな気持ちがですね湧いてきます。多くの書道家に愛される鈴鹿墨はどのように作られるのか。早朝5時、牧場の一日はここから始まる。炭作りの絶対条件は寒さ。したがって10月から4月の寒い時期、それも夜明け前から行う。すすが舞い散り、工房は黒く染まる。壁や電気のスイッチ、冷蔵庫まで黒一色だ。炭に欠かせないのが接着剤の役割をするニカワ。ニカワは湯煎して水飴状になるまで溶かす。適度な温度と湿度を保たなければ接着力が落ち、また湯煎後40度近くで放置すると腐ってしまい炭にはならない。夏場に作業ができないのはこのためだ。ニカワが溶けるとすすと混ぜ機械で粗練りする。香料を加え、ニカワの独特な匂いを消し、全体が艶を帯びるまで練り合わせる。このすすとニカワが職人の手で炭へと生まれ変わる。1200年もの長い歴史を持つ鈴鹿墨。その数少ない後継者、牧場となるため立ち上がった若者がいる。伊藤春信、23歳。彼の師匠は
それまで一人で鈴鹿墨を守ってきた父伊藤喜道氏。春信さんは一人前の牧匠を目指し、師匠の背中を追いかける。工房に入り2時間が経ち、町が動き始める頃、作業はにわかに慌ただしさを増す。すすとにかわを混ぜた炭玉が出来上がった。それを手でもみ上げていく。よく練ることですすとにかわが一層混ざり合い、空気が抜ける。渾身の力を込め炭玉と格闘する。重さを測り大きさを揃える。頃合いになるとただの黒い塊だったものが次第に光を放ち始める。その光が消えないうちに彫刻の入った木型に丸い棒状にして素早く入れる。万力で締め上げしばらく固める。炭玉はわずかな時間で乾燥し、ひびが入ってしまうため、もみ上げから型に入れるまで素早く行う必要がある。時折師匠が様子を伺う。ネチャーしてきて、その後またカサカサになってくる。そのネチャーとした時にだけ丸めるんやで。早いってはるのも、もう一回やってみ、もう一回やってみ、光ってんもん、ピカンって。早すぎても遅すぎてもいけない。その一瞬を見極めるのは至難の技だ。型入れから20分ほど経つと木型を外す。炭が形となった。しかしまだ完成にはほど遠い。一晩置いて形を整えた炭は灰替え乾燥で3週間ほど寝かせる。木箱の中に敷かれた灰と新聞紙が炭の水分を吸収する。反りがあれば裏返し、毎日灰を取り替えながら徐々に脱水する。灰替え乾燥を終えたものは網干し乾燥へ。段階を踏むことでひび割れを防ぎながら水分を抜くことができる。炭は古ければ古いほどよく、最短でも100日、高級なものは3年から10年は乾燥させる。これだけ時間をかけて乾燥させることで、人の手では取り除けない不純物が抜け、美しい色が出るのだという。師匠の教えを自分のものにしようと懸命に炭玉を相手にする春信さん。ところが師匠の表情が曇る。多くの書道家に愛される鈴鹿墨。時代の流れに押され、技術を継ぐ者は数を減らしていった。そんな中、牧匠となり鈴鹿墨の伝統を守ろうと修行に励む若者がいる。伊藤春信、23歳。1年前ふるさとに戻り
後継者となるべく技術習得に奮闘している。もみあげは練り方で墨色も変わるほどの重要な工程。力任せではなく、墨玉の輝く瞬間を見極め、もみ加減を判断しなければならない。一日の大半を墨玉と向き合うため、要する気力と体力は並大抵ではない。光り出したら光ってる間に丸めて伸ばして木型に入れるっていうのがベストだって言われてるんですけども、丸めてる間にまた乾いてその光が消えてしまうので、なかなかそうですね、うまくは、はい、春信さんの師匠は父親でもある伊藤喜道氏。師匠の作る高級な炭はすすの粒子が細かく、煮皮と混ざり硬くなりやすいため、もみ加減が非常に難しい。しかし絶妙な判断で練り上げられた炭玉は見事な光沢を放つ。師匠が黙って春信さんの動きを見る。口には出さないが気がかりなことがあるという。ちょっとね、苦手な種類もあるんですよ。縦幅が1センチ伸びただけでもやっぱり作り方、練り方も変わりますんでね。それを全部同じようにやってるんでね、毎日同じようなロスが出るんですよね。早く気ぃつかんかなと思うんですけど、やっぱり何遍でも失敗し続けてロスを出してみやんことには、いいものができた時の嬉しさっていうのは絶対ないと思いますんで。たとえ売り物にならなくても、春信さんの将来を考え、何度でも失敗させる。道を歩み始めたばかりの弟子を師匠が後押しする。この日の作業後、刷っているのは春信さんが弟子入り後初めて一人で作った炭。一年が経ち、師匠が経過を見るという。このさ、筆が変えるときに墨が粘るもんで、筆が行きたい方向に行かんのよな。今度は水で薄め、にじみ具合を見る。にじみも足らんしな、水だけがいっとるもんな、これ。これ水と一緒だけにじんでいくとベストなんかな。まだ商品じゃないな。まあもうこれはただの黒い塊やな。春信さんも自身の手で確かめる。すずりと墨の間になんか一枚なんか引っかかる感じがある。そうそう、引っかかる感じとか、しっかり練れてないってことない。そうそうそう、均等に全部が一緒のように練れてないってこと、ね、これはもう第一作でこういうふうなもんやった。次はもう最低でもこれより上のものを今年はできているでしょうから、これを基礎にしてどんどんやっていってもらうしかないです、ね、牧場の道は甘くないけれど、出発点となるこの炭は大きな決意の証。しっかりと前だけを見据えて春信さんは邁進する。鈴鹿炭の歴史に新たな後継者の名が刻まれた。明日への扉を開け、また一歩夢に近づく。